アロハタンタンです。本日ご紹介いたしますのは、日本の老舗ウクレレメーカーキワヤさんの KPC-1K というモデルをご紹介いたします。ハワイアンコアのオール単板コンサートサイズで、ボディエンドにストラップピンがもともとついている、こちらの個体が KPC-1K ですね。今回はこの光の加減でカーリーが浮かび上がるような色の若干淡めなハワイアンコアの個体が入ってまいりました。KPC、 このシリーズはジャンボフレットっていう、通常よりも少し太めなフレットが打ってあるので、資源を弦を押さえる時にも気持ち柔らかい、そんなに力を入れずに抑えられるような気がします。あとキワヤさんですね、この私の個人的な感覚ですけれども、このナットからの落ち角がそんなにないからか、テンションがそんなにきつくないんですよね。そもそもコンサートサイズでもそんなにテンションがきつくない、上にジャンボフレットなので、女性の方あまり手に力がないとか、ソプラノで結構いっぱいいっぱいだったけどサイズアップをしたいけど、コンサートサイズのテンション、スケールが長くなってテンションが上がった時にちょっと指が痛くなる、疲れちゃって弾けないっていう方にも一度お試しいただきたいなと思うモデルです。今回ご紹介いたしましたのはキワヤさんのKPC-1K というハワイアンコアの単板のコンサートサイズですね。国産メーカーで国産ウクレレ、ハワイアンコアの単板で10万円を切るというお手頃価格なのもとても人気の要因の一つかなと思います。こちらの方へぜひ一度お試しいただきたいなと思いますので、気になる方はお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフィホー。